さあ皆さんこんにちは。はい、本日皆さん僕一人スタートということで、本日もアニメ同期をしていきます。本日もまたまた面白くてユニークな企画を持ってきましたよ。ってことで本日の企画、 DM で弟が路上喫煙している写真が送られてきたら兄はどうするのか。路上喫煙ドッキリでございます。はい、本日はですね、この僕イペックエネスが路上喫煙をします。僕は普段はタバコは別に吸いませんけど、本日は路上喫煙をしなくてはならないんですよ。なぜなら兄の困った反応を見たいからなんですよ。ってことでですね、早速僕は路上喫煙をしてこようと思います。路上喫煙ってやめましょうね皆さん。ねえ、吸ってない人がかわいそうじゃないですか。赤ちゃんとかさ、よく通ってるじゃん、ベビーカーで。そこで路上喫煙してる人俺たまに見るんだけどさ、かわいそうじゃん。自分の赤ちゃんがさ、副流煙を吸っちゃったらどう思う皆さん。なのでね、タバコは決められた場所で吸うようにしましょう。先ほど僕が路上喫煙していた写真を偽アカでファンのアカウントになりすまして兄の DM に送るわけなんですよ。エネス君が路上喫煙してたんですけど、エムレ君これって大丈夫なんですか、ファンとして心配してしまったので一応送りましたという DM を兄に送ります。それを見たら兄はね、どんな反応するのか、果たして僕に注意をするのか、一緒にね兄の反応を見ていこうと思います。先ほど僕はこのタバコを買ってきたわけなんですよ。いつもはこんなの吸いません。僕はね、体を大事にする男なのでこんなものは吸いませんよ。まあ企画のためにね、たまに吸いますけどね、企画のためなので。はい、早速ですね、今から僕は兄の家に行き隠しカメラを設定します。兄はまだ寝ているんですよ。あいつはね、朝一番にまずはインスタを見るので、そこでねファンからの DM に気づくと思うんですよ。まずはですね、兄の家に行って兄が寝ている間に隠しカメラの方を設定していきましょうか。設定してきました。僕はどのタイミングで行きましょうか。まあ、兄が起きてちょっとインスタを見て DM に気づいた頃に僕も兄のお家に行こうと思います。それでは皆さん、 DM で弟が路上喫煙している写真が送られてきたら兄はどんな反応をするのか、皆さんで一緒に見ていきましょう。
おはよう。ふみせいだよ。あ？下のふみせい。どうした？おいで。なんで？パーカー。今日撮影何？何着た方がいい？衣装あるだろ、それ。やるぞ。気合い気合い気合い。はい、先月の倍倍倍。先月の倍。稼ぐ額去年の倍。その前に俺たちがバイバイだ。コーヒーちょっともらうよ。もらうじゃんよ。お前コーヒー飲むことなんかしたお前。おい、ね、どうしたの。今日一日起きてコーヒー飲むこと頑張ったろお前は。いや俺今日めっちゃ朝早く起きたんだよね。何した。いやお前調子乗んな朝から。お前俺が何した。お前こそ調子乗んな。お前がやったことの俺の名前も汚れんの。 MANA の M も汚れたの。だから俺が何したっていうの。じゃあ自分で見ろ。もういい。本当にありえないんだけど。何これ。何これ。これ何。これどこ。ほらこの服。だからこの服見たの今日。この服だよな。このズボンだよな。あ、これか。ね、あのアウターだよな。なんなんこれ。ほら、読んでちゃんと文章も。何？これ、エネス君ですよね。路上喫煙してたので心配になって DM しました。ファンとして少し悲しいです。そりゃ悲しいよな、アホタレが。何やコーヒーで。ふざけんな、お前。吐け、今飲んだコーヒー。ふざけるな。じゃあ誰こいつ。誰こいつじゃねえ。盗撮やん。盗撮ちゃうやろ、お前。お前、盗撮されるようなことすんなじゃん。マジふざけんなよ。勝手に撮んなよ、人のプライベートさ。分かった、いいです。かっこつけてもいいよ。分かった、こうやってかっこつけてね、タバコ吸うのもいいけど、お前、ごめん。金見て、なんて書いてある？禁煙？いや、これは俺も確かに悪いけど、撮ってるやつも相当頭を。そうそうじゃないんだって。撮ってるやつ以前に、お前はなんでさ、わざわざこんな大きくね、禁煙って書いてある木のそばで、それもそれも、ね、インフルエンサーで、ね、何、結構ね、顔も名前も知られてる、俺たちがこんなことしていいの？人前でこんなことやっていいの？人前も置いといて、人前も置いといて、禁煙って書いてある木の前、横でこんなことしていいの？ YouTuber 失格。誰そいつ。誰が送ってきたのそれ。誰が送ってきたの。みのりってやつ。俺の裏垢です。みのりちゃんは社会人1年目大阪インスタ初心者です。フォロー4人、投稿0。12時401分か2分か3分かに僕がエムレ君に DM しました。証明しろ。はい、てってれー。今の気持ちどうですか。弟が路上喫煙している様子を見てどう思いましたか。はい、ということで皆さん、この気になるトークの時はどうぞお客さん、よろしくお願いします。あのね、マジで、わかった。ドッキリや、わかったけど、ちょ、一回マジで。まあまあいいじゃん。マジで、マジで、一回さ、置いといて、うん。危ないって。まあいいが、まあ。まあ、だから、こうやって、思ってるね、あの、言うべきことするのありだよ。こうやって、思ってたから、つきにいいんだって。ありだろ。でも、やっぱ、俺らさ、YouTuber に夢壊したくないじゃん。今、これ、お前、たまたまお前だったけどさ、本当のこれが見抜いちゃったんだったらさ、どうよ、悲しいです、ファンとして。俺たちのファンを傷つけたくないだろ。だから思いっきり家ですって、キャバクラも真夜中に行って誰にも見られなければ何やだ。なんでキャバクラに行くんだよ。キャバクラをお家に持ってくればいいだろ。そういうことだよ。お前出張飛んでけ、やってこいみたいな感じ。行く待て、お家にキャバクラ見られなければ何でもいい。ソファーの上でタバコ。ソファー喫煙。MNA? YouTuber? インフルエンサー？家にキャバクラを持ってきた兄弟として炎上？お前これどうすんだよ！稼ぐ額倍じゃなくて MNA に倍倍？お前、MNA 倍倍じゃんお前！いらねえよこんなもの捨てろよ！もう遅くね捨てたって今さ、だったら思いっきり吸ってやろうぜ。どうせ炎上すんならさ、ライターで思いっきり炎上して、思いっきりバカオーって吸って、思いっきり炎上しよう。お前全焼するよりはいいだろお前。誰かお前、お前火を消してくれるためだろお前。お前これどうすんだよお前。いらねえ、とりあえずバイバイで MNA は。何言うんじゃ早く言えろ。お前これ MNA バイバイ。MNA バイバイだ。